バンラーレチャンネル。4月3日日曜日 JFL ファーストステージ第5節、ここまで3連勝中のバンラーレ八戸、ホーム八戸東運動公園での今シーズンの2戦目、関西の奈良クラブを迎え撃ちました。この日はキックオフの時間は晴れ間が広がっていましたが、午後から雨が降り出すという悪天候、それにもかかわらず1295名が集まりました。前半のバンラーレ、相手のゴールキックを佐々木渡が跳ね返す、独走村上、さあキーパーの詰め寄る、相手から倒されますが、ここはホイッスルはありません。村上誠也、果敢に相手のゴールを狙っていきます。今度は8番の菅井慎也、左サイドに出していきます。13番の水谷幸、短いパスを佐々木につないで菅井慎也に戻す、ドリブル1人かわして左足のシュート、相手の体に当たってキーパーがキャッチします。今度は右サイド、3番成田亮介、飛び込む村上と佐々木渡、ここはわずかに合いませんでした。前半終了間際、菅井慎也から右サイドにいる25番の市川大輔、クロスを上げますが相手の体に当たってコーナーキックに変わります。蹴るのは村上、ここは相手ゴールキーパーがキャッチします。前半を0対0で折り返して勝負は後半戦です。画面左へ攻めていくバンラーレ八戸、奈良クラブとの激しいボール争いが続きます。フリーキック蹴るのは11番の村上誠也、バンラーレの選手が飛び込んでいきます。しかしまだボールが生きています。8番の菅井慎也が折り返して須藤貴文のヘディングシュート、相手ゴールキーパーのファインセーブです。思わずグラウンドを叩いて悔しがる須藤、コーナーキックは市川大輔、遠いサイド、相手がヘディングでクリアします。後半31分選手交代、佐々木渡に代わって7番スモモサは瞬時が入ります。このスモモサが入って試合が一気に動き出していきます。後ろからバンラーレがファールをもらってフリーキック、蹴るのは市川、飛び込んでいく金井、相手とのぶつかり合いです。菅井拓也が前に浮かせたボールを送る、金井、そして須藤とつないでいきます。バンラーレカウンターのチャンス、13番水谷、走り込んだ7番のスモモサワのシュートは相手ディフェンダーがクリア、スモモサワも悔しがります。なおもゴールを狙うバンラーレ、コーナーキック村上が蹴って相手キーパーパンチング、今度は奈良クラブの反撃、右サイドから折り返して跳ね返ったボールが相手のフリーのシュート、山田健二ビッグセーブ、ゴール前の混戦をなんとかかき出してクリアします。アディショナルタイム、さらに攻める奈良クラブ、フリーの選手抜けている、これも山田健二がスーパーセーブ、奈良クラブも悔しがります。リプレイです、抜け出た選手のシュートを山田健二しっかりとシュートコースに対応していました。残り時間わずか、奈良のコーナーキック、バラナをクリア、ミドルシュートはポストの右です。1点が欲しいバンラーレ、ホイッスル、これは奈良クラブのファール。最後のワンプレー、蹴るのは須藤、ロングボールに成田が飛び込みますが相手ゴールキーパーが先にキャッチ、ここで試合終了のホイッスル。バンラーレ八戸0対0のドロー、連勝は3でストップ、勝ち点1を加え11、順位は変わらず3位のままです。今後の試合日程です。バンラーレ八戸は今週10日日曜日、滋賀県に遠征し、現在5位、三井を琵琶湖滋賀との対戦です。アウェーニコ生中継もお楽しみに。次のホームゲームは17日日曜日、八戸東運動公園でベルスパ大分を迎え撃ちます。たくさんの来場お待ちしています。